そろそろお別れの時間ですね。はい、はい、アコさんがさっき呼びかけましてね、はい、なんか新しい学ぶような企画、はいはいはい、みんなでこう切磋琢磨し合えるような企画、はいはい、といったら続々来ましてね、はい、ラジオネームこれまたスティービー和田さんのアイデアなんですが、はいはい、アコさん英語の勉強コーナー大賛成ですと。やっぱり、はい、で予算を考えるなら、うん、講師は、うん、シェリーさんはどうでしょうか。あ、シェリーね。日本放送でこの後生放送がシェリーちゃんはありますんで、はいはいはい、アコさんがちょっと脅かせば、はい、シェリーちゃんは少し場の方でしょ。スティービーさん、なんやその脅かすそういうことが定着してるようと困りますね。シェリーさんは少し早く出てきてくれると思いますと、はいはい、あ、言えばね、でもあんまりよく知らないです彼女。あ、そうですか。実はそういうタレントさんいっぱい知ってますよ私。パックンとかバーバルとか、はいはいはい、デーブとか。そうですね、喋るのはいっぱい知ってますけど。あ、シェリーね。だから実際に生なら生放送リポート3時からありますからね。はあ、はあ、はい、3時半、はあ、英語がやっぱいいですね。英語が多いですね。他は何がありますか。あとはですね、アッコさんの名曲を、うん、これ無理やりでも英訳して英語の歌詞にしちゃう。それは私だけの勉強なんですか。まあまあ、そっか、そうですかね、うん、あとはですね、これラジオネームスワローズファンさん、はい、クイズ和田オネアを、はい、英語で出題する。そんなもん回答者全然おらへん。どんどん溜まっていくで。そうです、うん、あと これですね、ロントンマーさん、はい、最終的には何か資格を取れるようなものがいいですね。アッコさんと競いたいですと。あ、それはいい考え。競い合いたいですと。はい、あとはですね、はい、ラジオネームそんなに来てんですか。続々すごいな。仙台五郎さんはみんな勉強したいんだやっぱり。アコさん、カラオケの高得点の出し方を教えてください。歌はどうかな。本職ですからね。歌は私に挑む。いや、なんか考えましょう。挑むね。また来週までに、はい、いろんなね、まあ、アイデアありましたら教えていただきたいと思います。様々なジャンルいただいてます。はい、今カラオケって出ましたけども、BS 日本の歌、はい、3月22日の夜1時半から、はい、お部屋の予定ですが、ぜひご覧になってください。塚田音楽祭も明日お昼正午から再放送もあります。ね、はい、再放送知らなかったです。ぜひご覧、はい、はい、まだまだ寒い日がね、続いております。皆さん体調にはくれぐれも気をつけてまして、明日はなんか昼から雨、そうですね、雨の場合に来ますからね。お出かけになるときは傘持ちになって、まあ、なるだけアッコにお任せを持ってからお出かけください。それでは楽しい週末をお過ごしください。和田アキ子でした。竹野忠でした。じゃあ来週までお元気で、さようなら。